ひろひめさん、今日も板橋区で立ち話。ここここ皆さんこんにちは。ラジオパーソナリティの私ひろひめです。この番組は東京都板橋区にお住まいの家庭や子育て、介護を両立しながらやりたいことを見つけて。 やりたいことにチャレンジして自分なりのお城を築き飛躍していくそんな素敵な女性を板橋区の街でちょっと立ち話をしながら私ひろひめがご紹介していきますあなたも一緒に立ち話を聞いてくださいねそれでは今日ひろひめさんと立ち話をしてくださいます板橋区の素敵な女性はアート教室を運営していたり また、ステンドグラス作家でもある福島美智子さんことみーさんです。そんな今日、みーさんと待ち合わせ場所は板橋区高島平駅前のレンタルスペースタイムスポットです。みーさんこんにちは。こんにちは。ちは久しぶりです。ひ 最近どうですかあのアーティストとしての活動はちょっとコロナ期間なんかね,ねいろいろとあの時間が止まっちゃいましたけどそうですねやっぱり作家としては古典がなかなかできないっていうところが悩みの種で、ね、でやっぱりコロナによってそういうところが止まってしまうと、うん、まあちょっと私の創作もなんとなく鈍ってしまった部分もあってでも コロナ禍だからこそ始めたことも結構いくつかあります。新しいことを始めましたか、うん、始めました <laughs>。どんなことを始めましたかもともとアート教室っていうのを私がやっているんですけれども、今まで通って対面でやるレッスンがメインだったんですけれども、うん、こうオンラインで世界中の子供たちは日本中、世界中の子供たちと一緒にアートをするっていうことが始まりました。 このオンラインアート教室なんですけど、世界中の子どもたちに授業を体験してもらいたいということで発信して、うん、どれくらいの子どもたちが、うん、あのこの授業に参加あのしていただいたんですかそうですね。あの始めたのは本当に一番初めの緊急事態宣言の時で、うん、本当にその時はみんな外にも出れないし、厳しい状況の中 子供たちが、まあ、お家の中でね、やれることがないっていうので、えー、困っていたし、私の教室も一旦クローズさせていただいたので、お教室の子供たちもアートができないっていう状況に陥ってしまっていたんですね。うん、それで、まあ、初めはお教室の生徒さんのために始めたオンラインでのレッスンだったんですが、まあ、オンラインだったら結構人数が増えても、 あのね、教えられるしどこにいても教えられるしっていうことで、えー、無料にして広く呼びかけたんですね。うん、そうしたら、えーと まあ、延べですけど、うん、あの、緊急事態宣言中のレッスンに、約800人ほどのお子さんが一緒にいはい、やってくださいました。かわいい笑顔がいっぱい。そ、はいまあ、もうね、あの、毎日毎日ほぼやってたので、その、ねね、毎日レッスンの中にいっぱい来てくれました。なんかそういう意味では、あの、新しい事業形態ですよね。そうですね、ねちょっと今まで考えたことなかったんですけどね。ねはい、教室に通う 通わなくても、こうやってオンラインで。 対面で受けられるっっていいうのはななんかすごい新しい時代が始まったな、うん、ね一気にやっぱり今までそういうことをやりたいと思っても、うん、受ける側の環境が整ってなかったりしたので,そうです、ね、いくらやってもみんな「ズームって何?」みたいな「ズームってやばいやつでしょ」みたいな、ね、なんかパソコンの情報全部取られるやつでしょみたいな最初そうだったんですけど、うん、もう今はもう全然「あズームですねはい」みたいな感じで。 対応してくれるので変わりましたよ、ねまあ変な意味<ー>あの時間が止まってしまってる中で、うん、ちょっと新しいことを動きが出てきてこうやって新しいことにチャレンジできたのはあのみーさんにとってもなんかこれからまたそこから新しい夢が。うん どんどんできていくんじゃないですかね。そうですね。やっぱりこう、いろんな子どもたちと関わりたい。自分の。うん、まあ、もちろんね、会ってやる楽しさもあるんですけど、そう、いろんな環境にいる子どもたちと、いろんな、そういったね、オンラインでね、関われる可能性っていうのは結構大きいなと思ってます、うん。で、あの、いろんな作品を作っていく中で、なんかあの、この子育てとアートって、何か作品作りに共通する。 もものがあるっっってていつもみーさんんさおししゃってましたけどうんそうなんですよ、まあ、やっぱり私も子育てする中で、うん、あの本当に何も知らずに母親になってしまったので、えー、子供をこを産んでしばらく育てていくうちに、うん、ど,どうやってこの子を育てたらいいんだろうっていう壁にぶち当たってしまって<ー>殺さないように生かすことはできるけど、うん、人として 素晴らしい人間というかちゃんと生きていけるうん、うん、自分の足で生きていける人間を作るっていう方法が全くわからなかったっていうそういう教科書とかあの、うん、ないですもんね。ないですよね学校で教わることでもないし、うん、まあやっぱり、まあ、コロナ禍にまあ入ってきてたっていうところもあって、うん、やっぱり周りのお母さんとかとのコミュニケーションもすごい最小限になってしまったりとか、あのー、割と一人で悩む時期があったりとかしたんですね。うんうんうん でその時に、えー、何か主軸となる学びを得なければいけないと、うん、でその時にやっぱり人間を育てるって作品を作ることに似てるなっていうのは、えー、なんか自分の感覚の中であって、うん、まず作品を作る時に何をするかっていうと取材とか調べたりその素材をどう使うことが最適であるかとか まあ油絵の具にしてもステンドグラフスにしてもそうなんですけど材料を知って扱い方を知って、うん、で正しいまあその適した扱い方をすることによってより素晴らしい作品が生まれるというか。 やっぱりそういうい基礎的な何かを知らない状態でやみくもに例えば油絵の具に水を混ぜてしまえば絵にはならなかったりするし、うん、なるほど、うん。ステンドグラスもボンドでくっつけてもくっつかないし、えー、とかそうなんですね、うん。やっぱりそういう適した扱い方っていうのは人間においてもあるんじゃないかみたいな。 そこへたどり着いていたわけですね、うん、<laughs> 多分自分の、うん、まあ思考回路的にそういうプロセスでものを考えた方が何かと、うん、とっかかりやすいっていうところもわかりやすいっていうのもあってうん、うん、でそこからちょっとモンテッソーリっていう教育法を学び始めました最近よく聞きますよね、うん ね、ちょっと増えてきましたよ、ね。そうですよね新しい。新しい教育っていうか、ちょっとその辺はね。うん、ちょっとあの私もちょっと分野が違うので難しいんだけれども、<laughs> あのー、子供の自由な発想を、うん、このもっともっと引き出してあげるみたいな感じなんでしょうかね。そうですね。うん、本当にもう適時教育っていうふうに言われていて、子供が今。 必要としている学びを大人がサポートしていくっていうような感じでねあとはやっぱり自主性とかそういったものも尊重して一斉教教育育ととはちょっと違っ違た感じの教育になりますね。やっぱりこう <laughs> 絵を描くための土台を作る意味でもそのモンテッソーリっていうのは私にとってはすごく合っててとにかく指先をたくさん使わせるんですよ。 手をいっぱい使って使ってで目と手を共和させるっていうのが表彰理の中ですごくいっぱいエッセンスであって、うん、でそれってやっぱり思い通りな作品頭に思い描いている作品を作るためには手が自分の思い通りに動かないと作れないっていうのがあって。 やっぱりあの不器用なお子さんってね何か作ってても途中でも嫌だって言ってめちゃっ投げ出してしまったりあの自分には向いてないんだって思い込んでしまったりするんですけどそれは手が思い通りに動いてないからだったりするんですよ。 小さい時からそういうふうにいっぱい手を動かしてるとあのやっぱりねそういう部分は全然違ってきたりするので、うん、お,お教室の生徒さんたちにもそういった部分をねそういった意味ではあの一枚のキャンパスにいろんな色をたくさんこう。うん あの筆で持って絵を描いていくっていうのはぴったりなのかもしれないですね。うん、そうですね。ね<ー>やっぱりそういったね。感性を養う部分でもね。とても有効だと思ってますえー。そんなあのー、みーさんのアート教育なんですけれども。今後ミーさんがアート教育をあのー、継続していきながら叶えたい。夢とかこんな風になっていったらいいなっていう。あなた自身の夢はどんなことがありでしょう。う そうですね、まあ。私自身母親であるんですけどやりたいことがもうありすぎてでもなんか母親だからって諦めたくないしうん、うん、海外とかに行って何かしたりとかそういったことも やっていうまあ母親が自分勝手に生きている姿というか <laughs> 自分のやりたいことに向かって突進してる姿を <laughs> まあ子供に見せるのも、うん、まあ私なりの子育てとしていいのかなと思って、うんうん、なのでもうそういうアート教育もそうだし作品作りもやっぱりこう自分のやりたいことを追求していきたいなと思ってます。 なんか世界にいろいろと活躍していってるような,なんかこう浮かびますけど<笑><笑>じゃそれを現実にするように頑張りたいすう必ずでか子どもたちが周りにあの駆け寄ってるような感じですけど<笑><笑>ねなんかそんなふうになっていけたらいいですで、はい、そしてまたあの教室の方も、あのー、たくさん増やしていってほしいなと思います。 今の一箇所じゃなくて、ね、いろんなところでねお教室があったらもっといいのかなって思います、ね、ちょっとその辺はひろひめさんに教えていただきながらたらだと思って <laughs>、ね、いい場所とかやり方とかで、ねね、今までそういうふうにお会いできない人がいっぱいいるなってやっぱこの前ひろひめさんと会った時にも思ったんですけど。うん ああなんか人と会うって大事なのにこの2年3年でな、ええええ、なんんかししててまっっったたものがあるなって思ったんですよ人の出会いってすごいそのタイミングとかもあって、うん、全然違う分野の人と会う機会ってなかなかなかったりするけれども、うん、結構その人との縁で。 違う分野の人たちとお会いしながら何かまた自分でこう、うんあのー、失ったものとか、うん、見つけられなかったことが見つかったりすることもあるので、うん、ぜひこれからもいろんな人といろんな人がいますので。本当<ー> <laughs> そうですよね <laughs> あの。あって、うん、人ってて人いうのも あの追求していくのもいいかもしれないですね。そうですよね、面白,よ面白いですよね。はい、ちょっとひろひめさんのこの番組をもう組まなくチェックしますので、痛 <laughs> ま,ましくにどんな女性がいるのか <laughs> いっぱいですよ。うもう会いたいと思ったらちょっとね、そういう人にも会っていきたいなと思います。ぜひぜひなんと素敵なプレゼントがあるんです。お、なんでしょうか。YFC プラスのポッドキャストのこんな素敵な <お>シールなんですけど、いい <laughs> ただのシールなんだけど、いいね、こちらを今日プレゼントさせていただきます。ありがとうございます。どうぞ。あー、すごいかわいい。へー、じゃあこちらをね、あの、貼らせていただきます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。えっと、みーさん、はい、ところで、板橋区のみーさんが好きなところってどんなところですか そうですねなんかもうホームみホームなので、うん、もうやっぱり帰ってくると落ち着くというかうなんかね都内だけど都内じゃない感か,んかなんか板橋区の人ってね <laughs> 都内に行くと戻ってきたらなんかホッとする姿が <laughs> 疲れちゃうんですよね <laughs> 都会がね <laughs> 今日はあの板橋区から両国まで来ていただきましたけれども、ね、帰ったらまたホッとするかしら あの教室の方に顔を出させていただきたいと思いますけど、はい、お待ちしております。これからでも,でもどこ行くのあ？ 今日はですね、私行きたいところがあって、西高島平にある若松屋酒店っていうね。知ってる。知ってます聞いたことあるよく。あの、日本酒専門店の、そうそうそう。あの、ちょっと住宅街の中にね。一角にあるんですよ。ぽつっといきなり、ある酒屋さんなんですけど、そこに高島平ビールを買いに行きたいなと。え、高島平ビールってあるんですかあ、そうそう。これちょっとね、地元ではね、密かにこうね。どん 何う。あのどんな味なんだろう。あ、クラフトビールで、あのフルーティーな感じで、本当これからの時期ね、もう毎日飲みたいぐらい美味しい。夏がやってきそうですもんね。実はその高島平ビールのラベルを私がデザインさせていただいてすごい。今日見たかったですね。ね、持ってくればよかった。高島平ビールのあのラベルのデザインを見て。 飲みたいって。<laughs> ねえ。ねえよかったら今度若松屋酒店さんの方に、ぜ <laughs> 高島大蘭ビールちょっと見てみてください。是非是非じゃあまた会いましょうね。はい、またバイバイ。ありがとうございます。さよなら。